説試験は中国のシンガーソングライター、音楽プロデューサー。代表曲には、演員、週8回などがある。1983年、上海市普田区生まれ、上海育ち。高校卒業後、スイスのグリオン大学でホスピタリティマネジメントを学んだ。2004年、初参加した全国規模のオーディション番組、ライオアレ我が章で、 その才能を発揮したが様々な事情により事態。翌年同番組に再挑戦した彼は順調に芸能プロダクションと契約。そして2006年にはファーストアルバム首張り同盟選手を発表し20万枚売り上げロングセールスを記録。同年は大陸一の大型新人として注目を集める。2006年にデビュー以来、 その顔立ちと独特なソングライティングで注目されている。2007ムーシクレディオ、中国トップ廃校、某では最も人気のあるアーティストに贈られる、最受歓迎歌手賞の中国部門の男性歌手に選ばれた。節試験は、上海東方映史のコンテストをきっかけにデビューした後、しばらくさえない時期があったが、2015年頃からネットで人気が出て、歌手としても復活した。 ありがとうございます。